昨年2005年11月には福井県がテロリストが原発を攻撃したという想定で住民を動員した初の
実動訓練を実施。後に県危機管理防災課の職員が、治安出動となれば、訓練とはいえ戦車が公道を走るような場面もある、そのような場面を社会が容認できるのかとつぶやいたことが生じているように、逆に言えばそういう場面を容認させるために演習が行われるということでもあります。千葉県富浦町では3月7日に小学生を動員した訓練を実施。訓練内容は、国籍不明のテロリスト数名が大坊岬突端に上陸するのは目撃をされたという情報を J アラート、全国瞬時警報システムで受信、拡声器から有事サイレン、消防県警、陸上自衛隊による避難誘導、住民自動のバスによる避難というもの。国民保護法は2003年の武力攻撃事態法の制定を受けて、武力攻撃事態時の国民保護について定めている理由で法案化されたものです。これはまた別の今のあれとは違う法律ではあるんですけどもね。これな、矢島なんていうのかな、矢島なんとかさん、矢島結物の結と書いて矢島なんとかさん、社会新報記者、福井国民保護実動訓練レポート、原発をテロリストが攻撃。訓練は美浜原発がテロリストによる攻撃を受けたとの想定に基づいて行われた。この想定の問題点は、テロ攻撃と原子力災害という全く質の違うシナリオを同時並行進めるのはありえないこと。原子力発電に反対する福井県民会議の小木曽美和子事務局長との言葉に集約されている。すなわち原発のものの危険性は不問に付したまま、テロへの不安はおる。同時に、米国の対テロ戦争、先制攻撃戦略に加担する日本の外交戦策は止まらないまま、原発への不安を利用することで、テロが防げれば原発は安全、自衛隊が住民を守ってくれる2つの安全資源を強化しつつ、地域住民を有事体制と各管理体制に深く見込もうとしているのだと言える。しかし反面、結論的に言えば、シナリオとその実行を実際に検討することで、実際に原発に対するテロ攻撃が生じたら、国民保護体制が機能しないという矛盾が浮かび上がったことかとも確かだ。ですから、まあ、これはですね、違う法律ではあるんですけれどもね。違う法律ではあるわけですけどもね。
これはですね、2006年の本です。で、そして、東京都国民保護条例等連絡会が、っていう本で、写真と扉写真の提供は社会新報というか、社民党の方で書きましたね。写真はこれでしょうね。見えますかね。まあ、これをあれしてたらしいのことは私よく知りませんけど、政治的な立場とかいうのはね。もう少し読んでみようかな。これ誰が書いて、この項目はね、田中優が書いてますけど、ですね、日本の憲法上知る権利は明記されていると思いますか。実はどこにも書かれていないのです。ではなぜ憲法上で知る権利は守られるのでしょうか。それは憲法第21条の表現の自由という、条文に隠されているのです。表現するためには表現される内容がなければならない、その内容を作り出すには情報が公開されていなければならない、したがって表現の自由の反対解釈として知る権利が認められるのです。まあ、これでまあ重要なのはこの部分だけですね。まあ、あとは田中優は表現しておくとか漫画が大事だとかそういうことばかり言ってます。こうします。だからまあこれはほらいつ頃でしょうかね。イラク戦争の頃、2003年です。で、編者は田中優、小林一郎、川崎明の3人。そしてまあおすすめ情報源として挙げられているものもですね、まあいろいろあるわけだけれども。それはまあ彼らの関係のものが多いわけですけれど、まあ例えばね、アシュラ掲示板とかいうものは、まあ、かなり、まあ、情報歌手としては疑問ですもんね。そして、まあ、これ星川純さんが書いているのはこう第2項目、報道されない情報を探してみようという、ね、ことですよね。で、まあ、それは第4の権力としてはメディアという話から解き始めると。で、インターネットで、まあ、いろんな情報が出てきましたよということですよね。で、まあ、ちょっと読むと、それまで曲がりなりに自由民主主義、リベラルデモクラシーの本家として、三権分立も第四権力たるメディアもそこそこ健全性を世界に誇ってきたアメリカで、すべてが崩れ始めました。軍部の長を務めるラムズフェルド国防長官が、9.11 直後に創設した戦略営業局 OSI はその象徴です。
アメリカの国益のために、国内外の情報操作と作為的、世論誘導を専門家の部署と呼ばれて、さすがに OSI は批判を浴び、表向き廃止されたことになっています。しかし、国策としての情報操作と世論誘導がエスカレートしつつあるのは、イラク戦争侵攻をめぐる国連安全保障理事会の攻防やアメリカ政府と全く一体となった戦争プロパガンダでよく分かりました。で、まあ、独立系メディアを使いこなそうという提言で、それは分かりますが、分かりますけれども、まあ、ネットというのは、まあ、とんでもないものも多いということだから、それに気をつけなければ。そうと、まあ、第一は、まあ、小林一郎さんが書いている、まあ、新聞やラジオ、新聞テレビを疑ってみようというですね、で情報操作から解き始めている。まあ、それはよく分かりますけど、その通りだと思うけど、思うけれども、例えば、まあ、インターネットで検索するとか、メールマガジンとかメーリングリスト、どうのこうの、今だったら SNS とか Twitter とかでですね、ちょっと変じゃないとか言ってもですね、いわゆる真実を書くことはほとんどないという、思った方がいい。別にさ、政府とか新聞の発表が正しいということはありませんね。ただ、ネットにも信頼できない情報も多いという、それだけの話です。これはまあ古い本で、これいつ出た本かと言いますと、これは1966年の小田誠の本ですが、ね、まあ、これは60年ぐらいなんかもちろんコンピューターの時代ではないんですけれども、まあ、仮想というかシミュレーションの計算機の戦争とそうではないものというようなエッセイもあって、それは面白かったですね。でまあ、こういう人たち、この小田誠は1932年、昭和7年生まれですから、まあ、こういう人たちにとっては、まあ、この時、37ということは、俺と同じ、俺1個したというくらいの小田誠ですから、65年とかですね。ということは、まあ、当選会にはまあ敗戦体験もあるということで、まあ、自分の体験から、まあ、その45年の、ね、終戦、敗戦というものに関しても言っている。まあ、それはまあもちろん、私はもちろんありませんかということはね。だからまあ最近まああの、まあ、いろんな人とかも変、まあ、いろいろと言われてですね、まああのまあ、武器種だという意味のですね、ことを批判をされますけれども、それはそうなんだけれども、例えばその敗戦ということに関しては、まあ、当たり前だけど、まあ、直接体験というものはないということだからね。で、この66年の時点でですね、戦後21年の歴史の中で、おそらく今日ごろのナショナリズム擁護の声が強い時代はないだろう。ね、これは1966年の時点ですけれど。
私が現在のナショナリズム流行の風潮に危険を感じるのは、そこに見られるナショナリズム論議、あるいはナショナリズムの現物のものの多くが、既に述べてきたような国家原理と個人体験の釈明の自覚を再形として、過去現在未来にわたる個別的な被害者体験、加害者体験の重みの下に普遍原理が存在するという方のナショナリズムではないからである。ちょっと難しい言い回しですけどもね、要するにまあその戦争の被害加害体験から出てきていないというね。ちょっと付けさせてもらってますよ、もういいや、もう一回消そうかな、もう一回消しましょうか。確かにこれさ、はいはい、見てさ、これ楽だからな、これ鍵があってる、鍵自転車の。これを置いてあるの。はいはい。未来の後分かった分かった。まあこういう感じでまあね、この66年の37歳の時点の小田誠です。小田誠の小説を読んだことがあるのかというと、それはないということなんだ。あまり興味なくてですね。
それは今日来たら返すから、一緒に荷物と一緒ね。Thank you.
生徒が来るまであと30分か。生徒も荷物も来ないといけないかな。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。
1, 2, 3, 4. Thank you.
始めますか。いいけど赤いだ。確かな、ほら、母さん、そっちは、ああ、そういう、徐々に進んでる。うん。どうすればいいんだよ。教える商売だからね、人の状態なんかあって構わない。